ご視聴いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価していただけると、嬉しいです。今回は、佐々木同様で北陸方面を攻めます。敵のターンは攻めてこないので、今は無視。草津城に佐々木が戻りました。まずは時城を攻めます。合戦だ。敵とは、川を挟んで対陣。どちらの橋を渡るかが気になる。夜なので機動力が低い。こちらは、騎馬、薙刀が、弓を500ずつ出陣。敵は、騎馬100を3体出陣。薙刀で敵の騎馬の移動を防ぐ。薙刀の裏から弓で攻撃を狙う。騎馬は柄空きの真ん中の橋を目指す。敵は、騎馬100を2体追加。騎馬と薙刀は互角。敵は、薙刀500を出陣。しかも、こちらの弓の射程に布陣。これはチャンス。弓の5連続攻撃。薙刀をすぐに倒せました。大きい。騎馬は敵の旗本へ隣接。次のターンで攻撃できるか。敵の弓対500が出てきましたが、射程距離に布陣してないので、ラッキー。まずは弓で騎馬を倒す。騎馬は旗本へ5回連続攻撃。敵の弓が移動、薙刀が射程距離に入ったので逃がします。まずは、弓で騎馬を攻撃。薙刀は一歩右へ。騎馬は再び5回連続攻撃。
敵の旗本は残り1400。順調なら3ターンで倒せる。敵は弓が前進で、こちらの弓と薙刀が射程距離に入る。両方逃がします。旗本は5回連続攻撃。敵の弓がこちらの牙を狙う動きをされるととても厄介なのですが、今回は運がいい。しかし、これだけ直接攻撃で殴り合って、牙の被害がゼロとは、旗本はどれだけ弱いんだろう。敵の牙が、こちらの旗本へ隣接。多分、次のターンで旗本が狙われます。まずは牙で5回連続攻撃。敵の旗本は400。順調なら、次のターンで倒せます。弓は、攻撃されない位置に逃げる。ついに、こちらの旗本は、初のダメージ。まあダメージ100なら仕方ないかな。雨が降ってるので、牙の攻撃力が落ちます。倒しきれるか微妙。これが、佐々木同様の実力だ。赤橋守時を討ち取った。これで、敵は4人が討ち死に。先ほどの戦いの被害は、旗本が100、薙刀が100。佐々木を、さらに北陸へ前進します。今度の敵は、後藤、士気が6と高い。海戦だ。今度は、マップ左が陸の戦場。さっきよりは戦いやすいかな？
こちらは、騎馬300と200で2部隊、薙刀400、弓500で出陣。騎馬を500で出すか、300の200の100と分散させた方がいいのかは、まだわかりません。今回は、旗本への隣接マスが多いので、騎馬を300と200に分けました。まずは、弓で騎馬を攻撃。薙刀で騎馬を攻撃。騎馬200で旗本を攻撃。騎馬300は敵の弓の射程なので逃げます。敵は、薙刀も出陣して総力戦へ。弓を、敵の旗本の射程距離へ移動。騎馬200は、敵の弓の射程なので移動。騎馬300は安全なので、旗本へ3回攻撃。薙刀は、フルボッコされる位置にいるので逃げる。敵は、守りを固めるように移動してきました。しかし、敵の旗元は残り700。こちらは、弓500と騎馬300、200で攻撃できるので、このターンで倒せます。もう、1ターン早く守りを固められたらまずかったです。後藤元を討ち取った。先ほどの戦いのこちらの損害は、薙刀100。まあ順調。これで、北陸方面は、背後を突かれることがなくなりました。次回は、主人公足利尊氏の出陣予定です。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。